ヘンリー・アレクシウス・コートニー・ジュニアは、アメリカ合衆国の海兵隊軍人。最終階級は少佐。太平洋戦争末期の沖縄戦において、戦死、没後名誉勲章が贈られた。1916年1月6日、ミネソタ州のダルースに生まれた。ミネソタ大学を卒業後、シカゴのロヨラ大学のロースクールで法学を収めた。 その後、ダルースにあった父の法律事務所に入社した。1940年2月に海兵隊予備役の招集がかかり、少尉として赴任。その年の3月にはダルースの海兵隊基地で勤務した。その後、サンディエゴに移動し、訓練を受け、10ヶ月間アイスランドで従軍した。第二次世界大戦のガダルカナル、ソロモン諸島では、 ガダルカナル島の戦いの最初の攻撃に参加し、第一海兵士団で中隊を指揮した。その後の認知は、死後に名誉勲章を授与された沖縄戦だった。第6海兵士団、第22海兵連隊の第2、大隊副隊長として沖縄戦に従軍。1945年5月12日から、那覇市北東部にあるシュガーローフヒルを強襲したが、 その際の戦闘で5月15日に戦死した。なお、シュガーローフは、その後19日に、アメリカ海兵隊によって陥落した。死後、沖縄戦での前線を称いて、名誉勲章を受章。名誉勲章は、戦後1947年12月30日に、海兵隊大将のアレクサンダー・バン・デグリフトから、コートニーの両親に贈られた。 この他に、二度目のパーアップルハート賞も受賞している。彼の遺骨のほとんどははじめ、沖縄の海兵隊第6師団墓地に埋葬されたが、1948年にラルースのカルバリー墓地に移された。アメリカ海軍の d l a 9 5 a 駆逐艦コートニーは、彼の名前にちなんでいる。また、沖縄にあるキャンプコートニーにも、彼の名が関してある。ありがとうございます。